俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコレです。今回はですね、まあ、ちょっとまとめということで、まあ、最近シーズン9が始まったじゃないですか。S9 ですね。まあ、始まったと思うんですけれど、まあ、シーズン9ね、まあ、みんな、ああ、いい加減 M4 追加してくれるよね、みたいな、思ったら MP5 が来たと。まあ、僕は予想してたんですよね。正直、まあ、SMG か SR が、金の銃がなさすぎるんで、そろそろ来るんじゃないかなと思ってて。まあ、M4 に関しては、まあ、正直、荒野行動イコール M4 みたいなところがあるんで、まあ、出し渋るというか、まあそのメモリアルなタイミングでしか実装する気はないのかなっていう風に思って、ジャングル以外は全部メモリアルな M4 しかないからですね、金銃は。まあ、なんで MP5 来るんじゃないかなみたいないう風には思ってたんですけれど、今回は今まで来たですね、あのバトルパスの金銃ですね、これをちょっと一覧にして、まあ、ちょっと見ていこうかなという風に思います。それではやっていく。まあ、それでは、早速話していきますね。まず、シーズン1とシーズン2はですね、まだバトルパスがなかったんですよね。まあ、なんで、特別ね、そういう銃スキンっていうのは存在しないんですよ。うん。で、次ですね。次は、シーズン3の銃スキンなんですけど、シーズン3では、まあ、新しくですね、まあ、そういうバトルパスとかが実装されまして、それ用の、まあ、銃スキンっていうのも実装されました。シーズン1はこちらですね。M16 の幻のユニコーンですね。この頃、まあ、ユニコーンがちょこっと人気で、そのユニコーン、今度ですね、色違いとして幻のユニコーンっていうのがまあ実装されておりますね。はい。今見るとですね、これ幻のユニコーン結構人気があって、多分16の中でまあこれとですね、進撃の巨人ぐらいじゃないかな。この2つの16のスキンだけ紫じゃないんですよね。他の16のスキンってほぼほぼ紫で、まああとファムファタールとかもありますけれど、まあファムファタールはシゲスト被ってるからあんま人気ないんで、大体まあ紫の10スキンが多いんですけど、幻のユニコーンもまあ紫がかってありますが、基本的に銀を基調としたですね、10スキンで、まあ、人気のある16のスキンですよね。はい。シーズン4がですね、まあ、こちらの、クゴのですね、パンダですね。まあ、これも今結構人気あるスキンですよね。モーコーとこっちどっちがいいかなみたいな感じで迷う人も多いですけれど、まあ、モーコー手に入るんで、どちらかというと、あ、パンダ持っとったらいいなみたいな風になるイメージがあります。モーコーはなんかその、コイをね、ストラップのコイを使いたいみたいな、そういう人が、まあ、どちらかというとなんか欲しいなみたいな、そんな感じのスキンなんですけれど、僕的にはまあその反応的にもパンダの方がですね、まあ好きだなっていう人が多いイメージです。まあクゴのスキンも増えました。あとエヴァとかね、 KOF のやつとかも出てますけれど、まあエヴァと双璧をなすと言っても過言ではないと僕は思ってますね。はい。でシーズン5がですね、まあこちらのスカーのマダムローズになってますね。こちらの銃スキンとなっています。まあこれもね、スカーの金銃スキンかなり少ないんで、スカー金銃スキンの中ではもう一強と言っても過言ではないというか、まあ一強ですね、実際。うん、一強だと思いますね。うん、まあ、大抵皆さん、金銃スキンね、これ装備してるんじゃないっていう、スカーに関しては、そんなイメージは僕の中でありますね。はい。いつも思うんですけど、こうしたら先端恐怖症の人やばいっすよね。うん。で、次ですね、シーズン6。シーズン6はですね、27のジェードビューティーなんですけど、僕実はですね、シーズン6だから俺めっちゃサボっとったんで、俺ジェードビューティー僕持ってないんですよね。ショップで申し訳ないんですけど、まあ、ジェードビューティーこんな感じですね。まあ、なんで持ってないかっていうと、サボっとったってのはあるんですね、公約行動。サボっとったってのも、まあ、あるっちゃあるんですけれど、まあ、僕が単純にこのジェードビューティーにあまり魅力を感じていなかったってのも大きいですね。クールビューティー自体はまあかっこいいですけれど、そんなに好きなわけでもなくて、僕個人的に27はですね、オレンジジュースキンの金翼が一番好きなんですけれど、まあ、これはまあまあそうでもないっていう感じですね。まあこれジェードビューティーだとグレーズビューティーがですね、まああった感じなんですけど、まあ、グレーズビューティーとか僕よくね、僕ライブでも言ってたんですけど、見た目ゲロだからですね、もんじゃ焼きかゲロだと思ってるんで、まあ、あれに関してもそうでもないかなと思ってます。はい。で次シーズン7ですね。シーズン7はですね、81のケープリラクゼーションになってます。まあね、当初はまあそんな良くないだろうみたいな、そんなにいい銃スキンなのみたいな感じで言われていた、まあ印象は僕の中であるんですけれど、名前変わったね。これケープバケーションになってるじゃん。ケープリラクゼーションだったよね、名前変わってるし。うん、どういうこと、なんで名前変わったんこれ、なんでなんで。しかもこれなんか寿司襲って書いてるしね、ここにね。うん、押し襲うかな、わからんすけれど、まあ、書いてますね。うん、まあ当初はですね、81のケープリラクゼーション、まあ実装当初
初は、まあ、そうでもないみたいな感じで思われていたんですけれど、やっぱ、天地玄武とこれしかないんで、あの、81のジュースキーに関しては。最近は結構、割かしいいかなと思われてる、そんなイメージありますね。実は、クゴのパンダもね、実装当初はそんなに人気なかったんですよね。まあ、いいっちゃいいんですけれど、そんな欲しいかって言ってる人も多かったイメージがありますけれど、やっぱり、ケープリラクゼーションもね、あの、徐々に人気上がってきてますし、まあ、そのうち今回実装された、あの、シーズン9のですね、MP5 もかなり人気上がるんじゃないかなと思ってますね。うん、だって SMG の拳銃スキン、あれとフェアリーテールしかないですからね。うん、フェアリーテールの P90 のやつしかないですから。うん、まあ、個人的な話して申し訳ないですけど、フェアリーテールの P90 を欲しかったんですよね。あれ、銃剣がね、あの、キャンディーみたいで美味しそうなんですよ。うん、で、次ですね、シーズン8が、まあ、AK 幽霊の山荘。まあ、こちらですね。まあ、これもなんかそこまでみたいな感じで思われてますよね。まあ、悪くはないけれど、まあ、AK だったらグレンダ説だよな、みたいな。そういう風に言われてるイメージがありますが、まあ、そのうちこれもまあ、再評価される日が来るんじゃないかなと思ってます。僕は評価してますけどね、この幽霊の山荘に関しては。なんでかっていうと、まあ、AK スキンもその16と同じで、あの、赤いやつしかないんですよね、基本的に。基本的に赤なんで、まあ、グレンダ説の拡張したら緑になりますけれど、あれぐらいじゃないですかね、色が違うやつ。まあ、なんで差別化はできてるんで、僕は結構好きで最近装備してます。でですね、まあ、シーズン9、MP5 という風に、まあ、こんな感じになってます。MP5 これいいと思いますけどね、全然、まあ、僕 MP5 めっちゃ使うんで、僕もあの、欲しいですし、普通にいい見た目だと思うんですよね。なんか、嫌いだなって言ってる人結構多いっすよね。この MP5。うん。なんで、そんな言うんすかね、わからんすけれど。まあ、ね、実装当初ってなんか、文句言いたいだけの人ってのも結構、まあ、いたりもしますんで、まあ、そんな感じなんかなとも思いつつですね。まあ、絶対この MP5 に関しては、後で人気が上がることは間違いないんで、バトルバスのね、今まで出たジュースキンも、大抵、あの、後から評価された場合が多いんですよね。うん。まあ、なんで、まあ、皆さん、まあ、こういうものですね。手に入れるチャンスがあるのであれば、いいかなっていうふうに思わずにですね。まあ、手に入れる、その努力ぐらいはしておいた方が、まあ、後々、いいかなってなるんで、うん、まあ、されてみてはいかがでしょうか。はい。だって、例えば、今、ポフテピビックのアイコンとかも持ってる人少ないんで、後々ね、また評価されますよ。あの、サンタの服の時みたいにね、なると思いますんで、珍しそうだなっていうアイテムは、まあ、持っておくべきだと思うんですよね。うん。まあ、今、画像出しますけれど、画像あったら出しますけれど、M4 の僕ね、ファーウェイスキンがめっちゃ欲しいんですよね。あの、もう、荒野行動始まったばっかりの時にしか手に入らなかった。あの、しかも誰もその JP で入手方法を知らないスキンでしたので、僕めっちゃ欲しいんですよ。まあ、持ってる人、もしいらっしゃいましたら、あの、コメント欄ね、コメントしていただけるとすごいありがたいですね。はい。まあ、そんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知の方よろしくお願いします。Twitter やってます。フォローバーしろと言われたらフォローバーしますので、よろしくです。TikTok、ミラティブ、そちらの2つもやっておりますので、そちらの2つの方もよろしくお願いします。で、最近ライブでですね、動画の通知や最新情報の方をお届けしておりますので、そちらの登録もよろしくお願いします。サブチャンネルで最近はコメント返信などしております。そのうち料理動画とかも上げますので、よろしかったら見てください。登録もお願いします。そんな感じです。それでは、最後ちょっとだけ言っていい？俺いつも思うんだけど、このキャンディーハニーさ、グレーズビューティーとさ、色そっくりだよね。うん。どっちもゲロ。うん、それでは。はい、というわけでですね。まあちょっと動画終わり後のですね、ちょっとした雑談をしていこうかなと思います。まあ、今回はコメント返信をね、ちょっとしようかなと思ってます。その、毎回ね、このコメント返信はいつも、サブチャンネルでしてますんで、よかったらコメント欲しいなっていう人は、まあ、サブチャンネルの方ですね、見ていただけると、まあありがたいなというふうに思います。まあその、サブチャンでですね、いろいろ質問されれば答えますよ、みたいな、質問コーナー的な感じで、まあ、やってますんで、よろしくです。まあ、質問されたことを一つに対してですね、まあ、がっつりと答えるような、動画を上げてますから、まあ、よろしかったら、まあ、見てくれると嬉しいな、といった感じですね。まあ、全然コアのことでもいいですし、まあ、コア、全く関係ないことでもいいですし、まあ、僕の個人的な話でもいいですし、そういう、時事ネタうん、でもいいですし、何でも話しますよ。まあ、このメインチャンネルもですね、こうやって動画終わりにたまにその雑談コーナーみたいな感じで、付け加えてですね、やっている時っていうのがあるんですけれど、うん。まあ、そういう時もですね、そうやってコメント欄で質問されたことがありましたら、まあ、それに対してですね、
もう答えしよっかなと思ってますんで、よろしくお願いします。まあ動画とかこういうね、話とかもそうですし、ライブとかもそうですかね、やっぱコメントがあるだけでね、だいぶ話すことってね、広がりますからね、一個のコメントをね、無限にその、ヘリクツじゃないですけれど、もうずっと、僕はもうヘリクツ後期なんで、広げてですね、話すのってのはまあ、得意な方ですから、まあそれでね、いろいろ話はまあ、つなげていきますよ。まあ、この間ライブショーってもう、よくそんな話すことがいっぱいありますねって言われたんですけれど、まあそれが僕の特徴なんで、いくらでもね、話そうと思えば話せますよね。まあ、ただ、あんまり長すぎるとね、まあぐだっちゃうんで、まあ、大抵1個の話題ね、まあ1分、長くても2分ぐらいでね、収めるようにはしてますね。1分だったらね、逆に短いんですよね、ちょっと。すぐパッと終わっちゃう話になっちゃ、うんで、あれなんですよ。まあ、皆さんね、1分って決めてね、一度ね、トークを自分でしてみてください。なんか、部屋の中で。1分だけこれについて話すみたいなやったら、1分数えないでね。1分数えないで脳内の1分でやって、でもストップウォッチでは1分測ってやってみたら、絶対1分以上余裕で超えてるんで、してみてください。意外とね、話を1分でまとめて完結させて、しかもある程度その魅力のあるトークにするというのはですね、実はすごい難しいんです。だいたい人間2分ぐらいになっちゃうんですかね。まあ、僕もね、話そうと思えば1個の場が大体10分ぐらい話せるんですけど、まあ、それも、まあ、あれかなと思うんで、よかったらそういうのをなんか聞きたいなって人は、サブチャンネルで見てくださいといった感じです。今回は、トークのトークをしました。そんな感じです。それでは。